もともとロードスターが好きだっていうのと、あとはこのパーティーレースが、子供たちと家族とあと仲間たちと一緒に楽しめる雰囲気があるからいいなと思って出ています。僕も参戦するの迷ってたんです。今年2年目なんですけど、その参戦することを決める前に1回レースを見に行きました。でそのレースを見に行ってパドックの雰囲気やそのイベントの雰囲気を見て、あ、これは楽しそうだなってやっぱり思って、自分で自分の後ろを押したみたいな、そんな感じがあるので、ぜひ一度見に来られるといいかなって思います。末永く子供たちと家族とあと仲間たちと、ずっと続けていくと、何かこう結果を目指していくということではなくて、なんかこの私がレースを出ることでみんなが集まって、まあ、親戚で集まりみたいな、だからそういうのをずっと続けていきたいなっていうふうに思っています。